こんにちは、日光富士です。奥日光千丈ヶ原からのお知らせです。日光のハイキングルートとして大人気の千丈ヶ原周回線コース自然研究路ですが、老朽化した木道の再整備工事により今年のゴールデンウィーク明けの5月9日から9月の下旬まで一部通行止めとなります。通行止めとなる区間はこちらになります。千丈ヶ原沿いを歩けて、ところどころから千丈ヶ原を一望できるルートとして大人気の千丈ヶ原周回線コース自然研究路と呼ばれるこのコースですが、工事期間中は千丈ヶ原展望台から青木橋近くまでが通行止めとなり、通り抜けができません。この区間は迂回路がないので、赤沼周辺から湯滝方面へのアクセスの場合は千丈ヶ原の展望台で、湯滝から千丈ヶ原に向かう場合は青木橋で、それぞれ来たルートを引き返す形になります。ゴールデンウィークから秋にかけて千丈ヶ原にハイキングに来られる際は十分気をつけてください。おすすめの代替ルートとしては、赤沼方面からコースインする場合、赤沼から入った最初の分岐点で小田代ヶ原方面に進んで、小田代ヶ原を周遊して泉宿池に出るルート、そして湯滝方面からアクセスの場合は逆に泉宿池近くの分岐点から小田代ヶ原を回って赤沼あるいは竜頭の滝上に出るルートがおすすめです。工期が長いために、ズミや尾崎下野、綿菅などの千丈ヶ原の代表的な花のシーズンにこのコースを歩けないのは残念ですが、新しく整備された木道で気持ちよく、そして安全にハイキングができる日を楽しみに待ちたいと思います。日光には同じく人気の湯の湖一周コース、あるいは切り込み湖刈り込み湖のハイキングルート、そして私が住んでる霧降高原にも隠れ三滝ルートや赤薙、それから大山ハイキングコースなど、とても素敵なハイキングコースがたくさんあります。ぜひこの機会にですね、まだ歩いたことのないエリアのハイキングコースにもたくさんチャレンジして、違う日光の魅力を見つけていただきたいと思います。今回はゴールデンウィーク明けから秋に向けて行われる千丈ヶ原周回線歩道の一部通行止めについてお知らせしました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を水して結構という流れ、また次の動画でお会いしましょう。